座布団ぐらい買えばいいじゃん、100均で。座布団ぐらい買えばいいじゃん。座布団ぐらい買えばいいじゃん。買えばいいよ、500円ぐらいやって出したぞ。え、見ないでよ。このところチームの調子はあまり良くありませんよね。そうなんですよね。まあちょっとねチームをね沈みたいんですけど、まあなんとかこの試合頑張ってほしいですね。はい、期待しましょう。それだったら普通の方に行って帰っていくわ。あ、そう。イカに帰るから。イスさん、初回の攻撃、特に大事な点というとどんな点でしょうか。いやもうとにかくね、先頭バッターですよ。まあここはね、出ると出ないのは大きな違いですね。先頭バッターに注目しましょう。バファローズマウンドに上がるのは先発の佐野。さあベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。梶谷は打席に入ります。さあバファローズも今シーズン先発注目のルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをベイスターズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。ここは打ち上げています。センターが取りました。そういうピッチングができますので、ね、そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。この後どうしましょう。初球はボールから。ファウルになります。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。うん、なるほど。伸びていく。どうだ。どうだ。50代が将来受け取れる老年年金のベースが。20年の調べればね、14万6千円。あ、そう。で、年金、あ、国民年金、基礎年金の約5万6千円と合わせても、サラリーマンの老年金も約20万6千円。2010年度は、厚生年金と国民年金合わせて20万8000円でしたか。なるほど、そうですか。そう、中村とかすごい分じゃなかい。イチロー、今シーズンの得点圏打率は4割ちょうどとなっています。10年前と比べたら年金支給額は減少している中で、この先に膨らむ年金が出てくるのか。セカンド正面、イチロー、アウト。これで3アウト。さあ、先ほどのシーン、リプレイで29年度でね、1969年度で2034年で20万9000円か。厚生年金と基礎年金。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。基礎年金だけだったら6万5000円と6万3000円と6万1000円。走ってきた。結構キャッチャー2塁送球する。盗塁成功。6万7号ちょっと。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね。それも2歳点やってないんですけどね。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。やはり走力。真ん中打った。セカンド取った。ああ、ダウン全ダウンや、一応。ワンアウトランナー三塁となりました。極めだ。DeNA ベイスターズが僅差で勝利を収めました。連敗を。あんたが帰ってくる時間帯。曇りだ。連敗から抜け出すと今雨、ずっと雨、雨チャーチャーだよ、しばらく。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。
今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。